2000年だったと思うんですけどね松井がですねのまあ足を私がブルブルって震わせたことがあったんですねでこれは多分クライマックスシリーズとヤクルトを巨人って時にオーバナピッチングコーチがクイックモーションやったその時にすぐにクイックモーション破りをしろっつって巨人打線全員に、えー、足をブルブル震わせたんですよそれはねこの 軸足じゃない方の足を見ながらクイックモーションかけてきたんですね、あのオーバーナピッチングコーチがね。でこれ隠れクイックも投法で、巨人打線がめっちゃやられて、あの2敗を喫したんですね、クライマックスシリーズで、ね。でもう一歩でアウトというところの、あれは4回か5回ぐらいだったんだと思うんですけど、私がそういう指示をして。 逆逆転すするんですよ。メイク・クミラクル、奇跡の逆転だからまあ松井君だけじゃなくて全員がブルブル打法やってバナ、えー、の心地の,のクイックモーションを打ち破ったんですね。でこの言こ葉私これは機密でそのフィルムは残ってないんですが、えー、私がその見破ったわけではなくて私もあの実はあのホテルでテレビ見せたらあの。 そういうことを言ったヤクルト側の方がいてね、それですぐにその情報を巨人に流したのが事実なんですね。で、あのまあ報道陣には私の知り合いもいましたし、そこからスコアラーに、えー、伝令が飛んだというようなことだったんですけれども。 そのの後、オバーナーは、ね、巨人のピッチチングコーチになります。えー、ですからあの、えー、非常にその情報戦というのがありましてその中でクイックモーションってあってこのクイック、ね、あの大リーガーでは、ねえー、審判が見破って禁止するみたいなんだね、うん、私もよくわからないんだけど破る方法っていうのを私が考えたんですよあの足をぐるぐるっとね足見て投げるっていうからじゃあ足を。 つらしく勝てんじゃないかと思ったら本当に投手陣総崩れでねえ今度はあのフリーバッティングになりましたよその私の多宝でねこういうのがあのことがあったわけですね長島さんを監督を応援してえ巨人を応援してえそれであの私が仕組んだあのお花つぶしだったんですけども。 まあ、そのあオーバーなピッチング工事として巨人に迎えられるわけなんですけど面白いですねですからあのこういったあの、まあ、なかなか隠れクイックなんていうのはねこうあの見破れないんでね私も見破れなかったんですよだから情報があったからあの巨人にすぐね。あのよく 足見てるなあのバッターやっててねピッチャーが足見てるなって言うと私